はい、皆さんこんにちは。こんばんは。おはようございます。ゴンゲンです。それではドラゴンクエスト5、実況の続きをやっていこうと思います。で、前回はですね、ルードマンに水のリンゴを渡しまして、フローラとね、結婚できるようにはなったんですけれども、最終的にね、ゴンゲンが結婚相手に選んだのは、ビアンカになったというね、そういう状況になったところで、終了したわけなんですけれども、今回はですね、その花嫁にかぶせるね、シルクのベールを、取ってこないといけないわけなんで、とりあえずね、山奥の村に向かってみたいと思います。で、仲間がいませんね。ピエール、で、ゲレゲレを久々に連れて行きましょうか。で、トヘロスを唱えまして出航しましょうか。間違えた。いまだにこの半キャラ単位の操作にね慣れてないというねそんな感じがするんですが、あ、夜が明けましたね。ちょうどいい。では道具屋さんに行ってみましょう。ああ、シルクのベールならご注文通りいいのができたよ。ありがとうございます。そら、これだよ。持ってっておくれ。うん。ゴンゲンはシルクのベールを受け取った後。これでようやく花嫁姿の完成ですね。ちょっと村人の話でも聞いていきますか。と言ってもそんなにセリフは変わらないかな。あ、変わりましたね。おや、あなた幸せそうですね。え、結婚を？それはおめでとう。ありがとうございます。オラの息子はと一緒ですね。まずはね、やっぱりダンカンに報告ですよね。ダンカンの病気も早く良くなるといいんですけどね。おや、ゴンゲン、ビアンカはどうしたんだい？え、結婚式の準備中？そうかそうか。ビアンカを嫁にもらってくれるのか。はい。いや、ありがとう。これで私も安心だよ。ゴンゲン、ビアンカのことをよろしく頼むよ。いえいえ、こちらこそ。お願いします。これでダンカンとは親子になるわけですからね。うん。なかなか複雑な感じですね。ダンカンにとってはね、ビアンカは本当の娘ではないにしろ、喜ばしいことですよね、やっぱりね。では、帰りましょう、サラボナ。町は相変わらず結婚式の準備中ですよね。うん、早く花嫁にシルクのベールをかぶせておやりようということで、じゃあ別荘行きましょうか。持ってきましたよ。花嫁の着替えは終わりましたわ。さあどうぞお入りください。ありがとうございます。お、ビアンカいますね。さあゴンゲンさん、そのシルクのベールを花嫁さんの頭に。はい。いや、綺麗ですね、ビアンカ。2人はお似合いなんでしょうかね。似合っててほしいですね。ゴンゲンはビアンカにシルクのベールをかぶせた。ゴンゲン、ありがとう。いえいえ。さあ、私を教会まで連れてって。了解です。エスコートしましょう。さあ、教会へどうぞ。皆さん、お待ちかねですよ。なるほど。おーい、ゴンゲン。お、ヘンリーとマリアちゃん。久々ですね。いや、久しぶりだな。結婚式の招待状をもらって慌ててきたんだよ。ありがとうございます。遠路はるばる、本当にありがとうございます。ゴンゲンさん、結婚おめでとう。素敵な結婚式になるといいですね。ありがとうございます。式の最中にカッコつけて失敗するなよ、ゴンゲン。これは多分ヘンリーが失敗しちゃったんでしょうね。じゃあ、後でな。いや、ありがたいですね。うん、結婚式。結婚式自体はね、私も、何回か出席したことはありますが、まあ実際結婚というのはね、ちょっと私は事情があってできなかったんですが、うん、いいものですね。結婚式なんて随分昔の思い出じゃのうと。うん、アンディのご両親はセリフは変わんないですね。アンディは相変わらず眠っていると。まあ、大やけどしてましたからね、しょうがないか。街の外に出ようとすると、あら、ゴンゲンたらどこに行くの？教会はそっちじゃないわよ。なるほど。やっぱりビアンカ年上だけあって、しっかり者ですね。まあ一応、酒場行ってみますか。あら、いらっしゃい。素敵な結婚式になるといいわね。ありがとうございます。親父、酒と飯だ。お客さん、ビアンカさんと結婚するんだってね。幸せになってくださいよーと。ありがとうございます。宿屋さんは誰もいないかな。うん、誰もいませんね。じゃあ会場行きましょうか。教会の準備がやっと終わりましたよ。さあどうぞ、良い結婚式を。ありがとうございます。うん、セリフは一緒ですね。じゃあ教会行きましょう。いよいよ結婚式ですね。新郎新婦の入場ですみたいなね司会も1回ぐらいやったことあるんですけどね、友達の。本日これより神の皆においてゴンゲンとビアンカの結婚式を行います。まず神への誓いの言葉を。汝ゴンゲンはビアンカを妻とし、健やかなる時もやめる時もその身を共にすることを誓いますか。これ家には絶対できないんですよね、はい、汝ビアンカはゴンゲンを夫とし、健やかなる時もやめる時もその身を共にすることを誓いますか。はい、誓います。うん、ありがとうございます、ビアンカさん。よろしい。では指輪の交換を。ゴンゲンはビアンカの指に、ビアンカはゴンゲンの指にリングをはめた。うん、これで夫婦ですね。そして神の見前で2人が夫婦となることの証をお見せなさい。あ、そっか、このイベントがあるのか。さあ誓いの口づけを。ヒューですねゴンゲンはビアンカに誓いの口づけをした。おお神よ、ここにまた新たな夫婦が生まれました。どうか末永くこの2人を見守ってくださいますよう、アーメン。ちょっとね、ビアンカとゴンゲンが寄り添ってるところがね、いいですよね。あ、ヘンリー、おめでとう。ゴンゲン、幸せにな。ありがとうございます。あ、フローラ、ちょっと一人での列席は寂しいですね。ゴンゲンさん、ビアンカさん、どうぞお幸せに。ありがとうございます。ピーピー、ゴンゲンさん、奥さんを大事にしろよ。これ大事にしろよって言ってるのは誰なんでしょうかね。女性の口調とは思えないんですけどね。うん、結婚式終了ですね。こうしてゴンゲンはビアンカと結婚した。その夜は遅くまでお祝いの宴が続き、そして夜が明けた。うん、みんな酔っ払ってるんでしょうね、きっとねおはようゴンゲン、よく眠れた？もうお昼近い時間よ。あ、ずいぶんゆっくりしてますね。でもなんだか嘘みたい。私たち結婚したのよね。そうですね。ゴンゲン、はい。こんなふつつか者ですが、末永くよろしくお願いいたします。いえいえ、こちらこそ未熟者ですが、よろしくお願いします。なんて、私らしくないセリフだったね。まあ、そうでもないですけどね。ゴンゲン、ずっと仲良くやっていこうね。そうしましょう。ビアンカが仲間に加わったっていうのもね、ちょっと変なセリフといえば変なセリフですけれども。これでずっとビアンカと一緒に旅ができるといいですね。さあ行きましょう。でも旅立つ前にルドマンさんに挨拶していった方がいいかもね。そうですね。まあ仲人ですからね、いわゆるね。じゃあルドマンさん本当にお世話になったんで挨拶していきましょう。リリアンはくんくん、またちょっと寂しそうですね。お手伝いさんのセリフは変化なしと。じゃあ挨拶しましょう。よ、ご両人のお出ましか。なかなかお似合いの夫婦だぞ。ありがとうございます。ヘンリーさんたちは今朝早く帰っていったが、ゴンへのことをいろいろと聞かせてもらった。何でも伝説の勇者を探して旅をしているとか。そうなんですよ。すっかり忘れてましたが。そこでだ、私からの祝いを受け取ってくれい。後ろの宝箱の鍵を開けておいたから、中のものを持っていくがいい。それから、ポートセルミにある私の船も自由に使っていいぞ。すぐに連絡しておこう。ありがとうございます。何から何まで。ともかく私はゴンゲンたちが気に入ったのだ。夫婦仲良く助け合い、良い旅をな。ありがとうございます。いい人ですね、ルドマン。2000ゴールド。結婚準備金として蓄えてたんでしょうかね。なんと天空の盾を見つけた。まあ、この盾をね、手に入れるために散々ね、苦労してきたわけなんですが、ようやく盾を手に入れることができました。うん。良い旅をなと。天空の盾ありますけれども、まあ当然装備はできないですよね。装備できない。うん。まあゴンゲンは、あ、炎のリング持ってますね。持ってるというか装備してますね。まあ、ゴンゲンは伝説の勇者ではないということなんですよね。お二人の結婚式見ていて本当に幸せそうで羨ましかったですわ。また遊びに来てくださいね。はい。その時は私も結婚しているかもしれませんことよ。うん、そうなるといいですね。まあ、フローラは、まあ、アンディとくっつくのが自然ですよね、やっぱりね。あ、そうだ。フローラの母親。フローラのことなら心配なさらないでね。今にきっといい相手が見つかりますわ。うん、そうなるといいですね。お手伝いさんは、あ、セリフは変わらないですね。リリアン、ちょっと寂しそう。僕も大きくなったら可愛いお嫁さんをもらうんだい。うん、頑張ってください。いやいや、本当に立派な結婚式でしたな。そうですね。まあ、ルドマンのおかげですよね。これでシスターのセリフが変わるのかな。かつて別々に育った他人同士の夫婦が、2人が夫婦となり、家族となり、その後の人生を歩む。思えば結婚とは、神が人に与えたもうた不思議の一つですね。そうですね。ほんと不思議ですよね。教会は通常営業。まあ、サラボナの町の人たちもね、お世話になったんで、いろいろ話聞いていきましょうか。あ、違う違う。泊まりたいです。まあ、とりあえず一泊しましょう。しばらく宿屋にも泊まってなかったですからね。じゃあ酒場行ってみますか。私もなんだか結婚したくなっちゃったな。なるほど。昨日は飲みすぎたな。よし、向かい酒だ。グビ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 。ゲロゲロ。わ、汚いな。この人の結婚相手っていうのはやっぱりバニーガールになるんでしょうかね。お客さん、いい人と結婚できてよかったね。うん、ありがとうございます。多分、バニーガールとこの酒場の常連の青年は、そのうち結婚するんでしょうかね。なんかそういう感じがしますよね。あんたフローラとは結婚しないんだってねと。アンディの具合もだいぶ良くなったし一安心だよ。うん。セリフはあんまり変わってきませんね。あ、アンディ起きてますね。僕は自分が情けなくて大怪我をして結局フローラには心配をかけただけだったし、でもこれからは頑張って立派な人物になってみせます。そしてその時こそフローラを頑張ってください。まあ、アンディはメラとヒャドが使えますからねなんとかなるでしょう。道具屋さん、フローラさんと結婚すればいずれはルドマンさんの財宝が手に入ったろうに。ゴンゲンがビアンカさんを選ぶとは思わなかったよ。そうですかね町の人はどう思ってたんでしょうかね。今日も女房は仕事、私はせっせとご飯の用意と。坊やさんはまあこれからもずっとねこんな感じで仲良く切り盛りしていくんでしょう。では、あ、そうだ、夜にしてみますか。あまり変わらないかな。まあまずはやっぱり宿屋さんかな。お、いっぱいいますね。おっと、あんたいい女連れてるな。え、あんたの奥さんクハたまんねえなこの人は昼間の人かな。くそ、俺も嫁さんが欲しいぜ。うん、やっぱりバニーガールとはちょっとくっついてほしくないですねお客さん、いい人と結婚できてよかったね。ありがとうございます。うひゃひゃ、お酒を飲んでいれば嫌なことも忘れられますよ。え、嫌なこと？やがて世界を闇が覆うって嫌な噂ですよ。あ、そういえばそうですよね。結婚で浮かれてる場合じゃないですよね。しまった、思い出しちゃった。もっと飲まなきゃグビグビ。まあ、結局飲んじゃうんですよね。まあ酒場はこんなもんかな。扉が開かないぞ。私の妻はっていうのは一緒ですね。むにゃむにゃ、どうして僕には母さんがいないの？グーグー。ああ、なるほど。母さんはモンスターにやられちゃったみたいですよね。まあ多分そのことを親父さんは喋ってないんでしょうね、まだね。旅は1人より2人、2人より3人が楽しいに決まっている。人生もまたしかりだな。なるほど。すっかり通常営業ですね。夜のアンディの家もちょっと行ってみますか。もう何回も多分ね、繰り返したと思うんですが。あ、寝ちゃってますね。まあ、やっぱりドラクエはテキストっていうかね、街の人のセリフを楽しむゲームだとも思ってますんで。見ていてください。今にきっとフローラにふさわしい男になってみせます。よし、やるぞ。1212 鍛えてるんでしょうかね。まあどっちかっていうとなんか魔法使いっぽいようなね、まあ銀融詩人の格好してますけれども、体を鍛えるというよりはなんか呪文の勉強とかねした方が早いと思うんですけどね。ルドマンの家はやっぱり夜は入れませんよね。なるほど。では、まあ、サラボナーじゃないや、ポドセルミに行けばね、多分、船がね、使えるようになってると思うんですけれども、まあ、やっぱりまずはダンカンに報告ですよね。まあ、ピエールかな。それで、トヘロス。まあ多分、山奥の村に着く頃には、夜が明けると思うんですけれども。どうでしょう。うん。シルクのベールを取ってきた時と一緒ですね。おや、ビアンカちゃん、今日もいい天気だなやーと。山奥の村の人たちは、ビアンカが結婚したことはまだ知らないですよね。おや、あなた幸せそうですねと。うん、さっきとセリフは変わんないですね。では改めて、ダンカに報告ですね。おう、おかえり。ゴンゲンがビアンカと結婚してくれたんで、安心して元気が出たよ。わっはっは。うん、よかったよかった。ゴンゲン、ビアンカのことをよろしく頼むよ。うん、こちらこそよろしくお願いします。お父さん。ということなんですが、そうですね、ポートセルミの情報収集は次回かな。結構ね、セリフがいろいろ変わってきて長くなると思いますので、まあ、結構ね、この結婚イベントだけでもう3パートぐらいね、使ってますけれども、まあ、とりあえず今回はこの山奥の村でセーブして終了したいと思います。3番かな。うん、これで OK ですね。はい、ということでね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、ゴンゲンでした。